ジャン君、ぐるっと回ったときはこれですね。でもこっちに持ってきちゃいますよ。おいで、おいで。呼ばれてる。はい、来た。いらんね、ジャン君。ジャン君はちゃんとわかってるね。それを見つめるポンちゃんね、うん、あれ、ジャン君どこ行く、どこ行く、どこ行く。おいで、わかってるねって言われるとへそ曲げるのか。ジャン君、あれで。ポンちゃんにしちゃうよ。ポンちゃんもたまにはブラッシング。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、はい、はい、あれで、ポンちゃん、あれで、ポンちゃん、わーって言うの。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、おいで。あ、今ポンちゃん、はい、あの、僕もできたな。よし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 、ムツゴロウさんのよし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 、はい、ジャン君、ブラシしてる方向大丈夫？はい、うん、ポンちゃん、ジャン君とポンちゃんで場所が違うんだよね、うん、あ、トイレでちゅか、今お掃除中です。ポンちゃん、お掃除中です。ジャンさん、ポンちゃん来ない？ポンちゃん、ポンちゃんはスリスリ、あーたびー、ポンちゃん、ジャン君、トイレ掃除してもいいですか？いいですか、いいですか、うん、ポニャちゃん、おててかわいいね、ポンちゃん。後ろ向かれちゃった。ポンちゃん、なんか変な感じになってるね。この毛布をかけてみました。あー、逃げた。やっぱり違和感あったようです。そうなんです、ポンちゃんはもう、ジャン君なら大喜びなのにね。ポンちゃんはなぜかブランケット的なものをかけると、今日はさ、ちょっとオリジナルキーでやってみようか。低めなんだけど、うん、どの感じになるのかをちょっと聞いてみたいので、あの日に帰りたいをオリジナルキーでやってみます。風、草の涙を、はい、すいません、3曲同じ曲を過去3でやらせていただきます。
あの日に帰りたい。暮れかかる都会の空を ジェン君、ポンちゃん、何？フォークソング同好会で2人で歌ってきましたが、なんやかんやとテレビで映画を見ていたら、今0時27分になっちゃいましたよ。まだそんなもんか。布団敷いて寝る時間ですよ。なんかね、4時ぐらいになるとびっくりするけど、もうこんな時間って思う。今日はユーミンの曲を原音で歌ってみたところダメ。そして、3カポ、要は1音半上げて歌ってみたら、まあもう一回聞いてみて、あの歌いやすい音程ではあるんだけど、魅力的かっていうと ね、そこは難しいとこですね。そしてユーミンばっかり歌うと喉が結構つらいっていうことも分かりました、ユーミンだけじゃなくてももう最初から喉ガラガラしてたけど、おじちゃんはね、なんか違和感が、ということで、おやすみ。今日は音楽の日でした。これね、これをここに打ち込んでいたりするんですよ。ためたぎたぎ。おお、びっくりした。びっくりしちゃった。ポンちゃんはね、ポンちゃんって言ってから撫でると平気なんだよね。トギトギって言ってたからいいのかと思ってた。ポンちゃんってポンちゃん呼んでからだと意外と平気です。ポンちゃん失礼しました。